はい、11月の給料もらってきました。もちろん、もちろん未開封でございまっていう。今からこの封筒を開けて中身を確認していきたいと思います開けました。給料明細書と小銭は抜きたいと思います。僕が戦っているのはあくまでも3人、慶応大学を作り学問のすずめを書いた福沢諭吉、苦しい生活の中で小説家を志し竹比べがヒットするも若くして亡くなった樋口一葉、そして野口、この3人と勝負をしています。今回の数え方いろいろ考えました。今まで納得のいかない給料額だったけど、感謝の気持ちを忘れていなかったか、むしろ謝罪した方が良くないか、そう思いました。そこで今回の数え方は謝罪数えだ。謝罪数えとは何ぞやと思いのあなた、落ち着いて100分は一見にしかず、ご覧あれ。謝罪数えスタート。今までほんとごめん。1、今までさ、2、いっぱいもらってるのにさ、3、感謝もできなくて、4、ありがとう心から、5、6、謝らせてほしい、7、ごめんな、8、9、10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 、
14、感謝の気持ちを持って15、接するよ16、17、18、ありがとう19、ただ今日はさ、20、謝らせてほしいんだ21、今まで横柄な態度だったこと22、ごめんな23、これからもよろしく23、高坂のスキャン。何が謝罪数えだよ。謝る必要なかったじゃねえかよ。23万か。まあ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 。23万136円でした。みんなは11月の給料どうだったかな？